ヘッセン大公国周辺の地図ヘッセン大公国国有鉄道は、ドイツ帝国の時代に存在していたヘッセン大公国の国有鉄道である。19世紀には、ヘッセン大公国は3つの地域から構成されていた。ライン川、マイン川、ネッカー川などに囲まれた、シュタルケンブルク地方には、オーデンバルトやヘッシシェスリートなどが含まれ、また、首都のダルムシュタットがあった。 ライン側の西には、ラインヘッセンがあり、マインツ、ボルムス、ビンゲンアームラインなどが含まれる。また、オーバーヘッセンには、ホーゲルスベルク山地や、ベッテラウなどがあり、またこの地区は、他の地区と陸路で直接つながっていなかった。領土的な一体性に欠けていたことから、当初は、ヘッセン対抗国は独自の国有鉄道を建設しようとしなかった。 その代わりに、隣接諸方との合同鉄道プロジェクトに参画していた。また、民間企業のヘッセンルートビヒ鉄道の実施する多くの計画に支援を行った。ヘッセン大公国が独自の国有鉄道を設立するのは1876年になってからのことであった。これは、オーバーヘッセン鉄道の買収を基礎にしていた。この会社は、ギーセンからのフォーゲルスベルク1や、 ラーン近地支線を1869年から1871年にかけて建設し運営していた。1880年時点で合計1 7 5 8トルの路線長のうち1 4 7 2トルがヘッセン大公国に2 8 0キロメートルがプロイセン王国にあった。政府所有への移管後、1884年5月29日の 法律に基づいて、鉄道網が拡大された。ホーゲルスベルクのギー線、ゲルンハウゼン線から分岐する3本の支線が建設された。さらに、国有の支線として、エーバーシュタットとプフングシュタットの間が1886年12月20日に開通した。この路線は、全長が 1.9km しかなく、マインネッカー鉄道によって運行されていたが、独自の職員、 機関車、客車を保有していた。これに続き、オフフェンバッハの南に以下の路線が建設された。また、ギー線から北へ、北東へは以下の路線が建設された。1897年には、ダルムシュタットから西へ、ダルムシュタット東、グロースチンメルン線が開通した。1897年に、ヘッセン大公国国有鉄道は、プロイセン国有鉄道と、 プロイセンヘッセン鉄道共同体を結成し統合された。前述の視線の一部はこの共同体になってから開通している。ありがとうございます。